ジャン君、毎日毎日嘘ばっかりついてごめんね。今日こそ今日こそ片付けるからね。もうね、だいたい大きなものは移動させたんだ。なんだけど細かいものをね、ちゃんとやらなきゃいけないので、今日の夕方ぐらいには誰ともお昼だったら大丈夫かな。すいませんね、もうちょっと待ってください。そしてポンちゃんもね、よろしくね。広くなったね。でもまだ、うん、ポンとかまだ全然、はい、ジャン君とポンちゃん、約束通りようやく外に出られますが、今緊張してるね、うん、ジャン君、これは自分から降りない感じで勝つんだ。ポンちゃんの方が度胸があるから来るかな。さあ、今日は、黒犬の母の美恵子さんがゲストです。じゃあ開けておいてもいいかな。上も開けちゃう、うん、うん、飛び降りるかね。うん、飛び降りない。3人の人間の家族と一緒にですね、生活を今後していくのを慣れていただきます。はい、ポンちゃんどうぞ。あれ誰かな。まあ、ほっとくのが一番だ。はい、どうぞご自由に。やっぱり全く新しいとこだと警戒するんだね。そうだね、うん、傘もあんなに出たかった、うん、自分からは出ない。ジェン君、おいでよ。じゃんけん。結構外にも冷たくそばあるよ。次でも食べていいよ。急になんだって思ってる。乗りないな。そうだね、丸等価になっちゃったね。ポンちゃんもう寝ちゃいそうだね、そこ。寝ちゃった。死んだ、ポンちゃん。ある意味根性があるね。チュールでもあげる？ちょっとバイトあげてるよ。そう。お尻かな。な、ほっとくじゃん。だから電気切れるだよ。
チェーン。ポンちゃんは足の具合も見たいので歩いてほしいんだけどな。まだ痛いの？いや大丈夫そうなんだけどね、この中にいる限りあんまり移動しないのでね。ぽんちゃん飛び降りたりとかは全然してるけどね、飛び上がったり、うん、でも結局出てるね。首輪もなかなか取れちゃったんだよね、つけないとね。ぽんちゃんさあ、本格的にここがあなたたちのお家なんですよ。ちゃんと場所の把握してくださいね。まあね、じゃあうちでやってた仕事をお見せします。そんなちっちゃいの？フルサイズにすると、うん、あ、こうなっちゃうのか。あれじゃないかな、これ仕事じゃない、まあいいかな、うん。まあ、おじさんの絵ね、うんうん、かわいいじゃん、うん、それで物語を作ればいいのか。Thank you.
全然降りてこない寝てるね、おいちゃんうつろいでるね何歳逃げちゃうやら足引きずってるかな。30分経ってもまだ降りてきませんね。ポンちゃんは左手どうして痛いのかな。座っても大丈夫かね。ちゃんくん。いいの別に。